グフ、みんな、すまへん。わしはもうここまで見たいやって。あとは、リヴァイ、兵長に、グフ。第296話、最強キャラ、浮世絵装束のな、リヴァイ兵長な、最強にな、徹底攻略。というわけで、チチース上に来んだーというわけで、このお待ちかねの企画来たわ。最強キャラはしこないと出たやんか。これ言わしちゃって。言わしちゃって。うん。やっとこれを、みんなと一緒になんか強化しようや。数値とかみんな見るやろ。そうやから、これやね。この最強キャラ、浮世、装束、リヴァイやって。これが最強キャラや。最新格闘やね。最強キャラで来てくれとるけど、一個言わしちゃって。今までこの、兄が最強キャラやったやんか。この、あとはこれ待って。これやね。花嫁アニルオーってやな。これが最強キャラやったけど、まあ、兄が対人格闘やね。一つ人の戦いは強いのは分かっとるんよ。そうやからこれが最強なのは分かっとったけど、わしの中で、うーって感じだった。なんか、でこの性能を超える人は、今やろうなって思っとったけど、ここでリヴァイさんが最強になってくれて、来てくれたのは嬉しかったわ。というわけで、これをな、このリヴァイさん、おったわ。うん。これやな。えね、攻略して思っとるよ。強化やな。まずは、レベルやわ、待ってて。戦闘力やっぱ2095やって。この戦闘力の上がり方でな、あ、コーナーニアとか分かる人おるわけやんか。それからこの数値残しとこうな。2095、星4のレベル1から貸しやわ。2095、あ、ビスケットあるわ。使おうか。贅沢にビスケットいってまんよ。2095やろ。覚えたってな。2095、あ、めっさあるわ。リア2の強化素材やな。リア1の強化素材も溜まっとった。わし溜まっとった。キャラあんまいじらんからな、わしな。レベル30にしたやろ。ここで、まず徹底検証やね。2676やろ。で、星5のレベル1になったらどうなるかやね。2676、リアリティアップしまうよ。2676、これどうなるかね。2676やった。あ、おった。2676、上がっとる。星5のレベル1なのに、2600、あ、2000近く上がったよね。1950ぐらい上がったんやわ。1940ぐらいなんかな。1940ぐらい上がっとる。え、また次の、覚えなんか。4637やって。こっから行こうか。4637。美味しいクッキーやね。連合のみんながくれたクッキーやね。たんまり焼いてくれたクッキーやで。リヴァイさん食うやで。これ使おうか。あ、これ。21ぐらい行こうか。で、4000いくつとかやった？忘れてもらった。なんか、巻き戻してみたってな。え？これいくつなん？で、あ、5681だって。1000ぐらい上がったんやわ。5681の、言ってまんよ。5681の、これどうなん？あ、どっか行ってもらった。え？あ、あれ？あれ？リヴァイさん。あれ？あれ？あ、あれ？言い出してもらった。嘘。あ、おった。すまん。待って、おった。で、あ、5600やったから、あ、すごっ。1300ぐらい上がったんやわ。1300ぐらい上がったよね。7311やわ。これレベル上げてこうか。7311やろう。で、あ、クッキー。いや、どうしよう。いや、みんなのくれたクッキー 5個使おうか。貯めといてよかったわ。キャラ、そもそも、いじっておらんかったしな、わしな。なんか、あ、10個。そうやったら、6個ぐらい行こうか。6個ぐらい素材使ってもうて、で、レア1を13、7300とかやったやろ。で、これで何本になったからね。見てまいよ。あ、7300やったわけやから、へぇー。1700ぐらい買ってんわ。9059やって。9059の、ここで、わしが貯めとった限界突破行ってまいよ。あれ？あ、あ、おった。危ない危ない。リヴァイさんに、これ、最後の1個やって。最後の1個、え、いってまいよ。9000いくつやったやろう。忘れと思った。9000いくつやったやろう。あ、じゃあ、おるわ。あ、9050、あ、変わらんかった。あ、スキルが多分攻撃とか上がらんやつやろう。ほら、こういうのはな、模擬戦のみで発動スキルやわ。それからこういう人は上がるんやわ。50% で麻痺やって。50% の確率だよね。それから、じゃあこれでいこうか。で、これやな、まず、1時でいくつ上がるかね。昨日やったばっかのこういう動画な。あ、違う、違う。
分からなかったけど。え、これで見たらいいかな。あ、120くらいしか上がっとらんのかな。179、120くらいしか上がっとらん。あ、あれ、なんかやってもった。あ、おったおったおった。あ、いい、もう110とか120上がった感じだね。で、言ってまいよ、武装協会はこれデータ取り放題だね。でみんなこれのリヴァイさんのこの弱点抜きだって。うん、わしもこのリヴァイさんを鍛えてな行こう思うとるけど、まったって、あれ、リヴァイさんが、リヴァイさん、あれ、あれ、ガチおらんよ。え、リヴァイさんとこおらん。え、あ、こんな人おったわ、危な。行ってまいよ、いくつ上がるかね、レッツゴー。いや、これどうなるかやわ。あ、9797やから497ぐらい上がったんやわ。9797やった。9797やろう。次がな、9797やった。9797やから、あ、630ぐらい、650ぐらい上がったんやわ。え、650?あれ、あ、待ったって、なくなってもうた。これなくなってもうた。じゃあこっからみんなが普段見えへんやつ見に行こうか。今ちょい、わしこっからなショップ行ってまいよ。でみんな多分見えへん思いよ。でわし言ってまうと、ここ4ヶ月ぐらいで多分20万から30万ぐらいな、ブロードにも課金しとるやんかって言うてんか。だからそのわしのジュエル見たって、ほら、ここ見えるかな、ジュエル1110個やって、だいたい4ヶ月くらいで20万から30万課金しょって、溜まったジュエルは1110個やって。これなんか参考になるかな、みんなこれ見て参考しちゃって。それから720個で自由の翼もらうわな。自由の翼もらってもうての、わあ、よかったわ。で390個持っとるわ。でジュエル見しとこわな。これ見たって、なんかスキルの賞360買えるわとか、こんな感じやね。強化素材もあるわ。で、これで、待ってな。リヴァイさんの、リヴァイさんの限界突破行こうか。いやー、わしの、リヴァイさんが強くなってってまうよ。あ、おった。リヴァイさん。あれ?あ、危な、これ。みんな間違えんといてな。ほら、受け取らなあかんだよ。ビビったわ。一瞬パニックやった。落ち着いちゃって。落ち着いちゃって。な、ヒヒフーやで。ヒヒフーやで。オッケー、わかっとる。ヒヒフーやで。落ち着いてってな。落ち着こうか、ちょっと待って。ちょ、ミンティ食っていいかな。すまん。ミンティ食ってコーヒー飲んでいいかな。すまん。ちょ、待っててな。よいしょ。待ってて。リヴァイさん。うん。ちょ、これ、絵見ながらいいかな。これ、贅沢だね。かっこええわ。なんか、コーヒー最高やわ。進撃の巨人感が壊れるわ思っとったけど、やっぱ、嬉しいもんやな。わしとしてはなんか、で、なんか、進撃の巨人の再生リスト見たってな、このリヴァイさんの出し方やっとるんよ。それから、それ見たってな思ってまうんと、これ言ってまうで。来たわ。10個ぐらい行くやろう。いくつ戦闘力上がるかやな。じゃ、これ、多分出へんから見んやが。1421やって。1421が、どうだったやろ。ちょ、わからんかった。1421。あ、121しか上がっとらんわ。1541とかやった今。1541とかやったわけやから、え、あ、おらんくなってもった。おらんくなってもった。リヴァイさん、あ、おった。1541、あ、121しか上がらんわ。え、ガチなん?で、これいこうか。わしの、ちまってな。うん。ちょ、これは危な。今頭が真っ白になっとった。危険やで。いや、嬉しさのあまりやな。これで、今日か、これが多分、45枚足りへんねんわ。わしのカバンなんか見しまんよ。これも多分みんななかなか見してくれへん思うよ。だから、これを全員45枚やらなか。いやー、あ、危な危な危な。これ、1枚貴重やで。よし。で、いくつ上がるかやね。武装強化、リヴァイさん。いや、わしも、貴重なもんは貴重やって。1662やわ。1662が、からいくつ上がるかやな。とりあえずね。来るんかな。え、1600、あ、え、62、あ、950ぐらい買ったんやわ。これ、いや、100枚やって、100枚取ってこようか。
100枚。結構あ、やったりえんよ。79しか持っとらん。いうわけでな、次はなスキルレベルいこうか。いやこれええな、みんなも一緒に強化したけんだろうな。この数字が多分なんか後々みんなが上級者になった時に、なんやろ、この数値見てなんかこここうやったからこうやわとか出るんやろうと思ってますけど、でこれやろう。やっぱこれスキル2やろう、必中なんよ。スキル2がな、3割が控えいくわけやろう、命中度必中やろう、であの姉にも勝てるわけやろう、その嫁姉に勝てるわけやから、これ1個も取るよ。でね、あーもう失敗するんやけど、危な、危なか、泣いたらか、泣いたらか、ガンガンいってまいよ。今なんか3遅けたな。あちょ失敗はあかんて。わしもあよういったわ、ガチャ引かんか、あ100使うんやって。こっからは慎重やね。しまった、えしまったぜ。え嘘、ガチなん。えあ、ああこういうやり方、あ来た来た、ゴー。よし一回ここで、いや行こうか、いやもうこれ2行っていいかな、銀のエスコートいいかな。えこれ1やったら15やけど、スキル2やったら30アップやわ。すまん、これわしは裏切って、これあすぐやった、助かるわ。400使うんやって。いやこれ上げとかなあかんな。うそー、わしそもそもガチャそんな引かへんから、キャラ持っとらんからレベル7いってわ。こっからはこっからもう無理やな。 10% やって、であっ扇風機、待ってて、待ってて、扇風機、今度は暑いんちゅう、待って扇風機切ると思った、扇風機、待ってて、危な危な危な、12号はなんかちょい天国を見るとこやって、いくか。これもスキルさんもなんか機械に3割与えるやつなんよ。これガガ上げてまいよ。失敗やわ、ちょっと待って、あ失敗やわ、待ってて、ちょっと待ってて、うそ、えガチな、あよかったわ。いやまだおにぎり使わへんな、これおにぎり使うわってなった時は大変なんよ。はい、オッケーやわ、おにぎり、ちょこれもうすまん裏切ってます、2いってまうわ、スキルの書2使うわな。よこいっとるよ、30% やって、6いっとるよ、7いっとるよ、あこっ足りへん、おにぎり、うわこれ、じゃこれいこうか。スキル1って何やろ、攻撃、あ PVP 特攻、相手が PVP 特攻やったらダメージめっちゃ与えるんやわ。いや兄 PVP 特攻の支援型なわけやんか、そうやからこれ兄にめっちゃ与えるダメージやね、で仲間全体も与えるダメージアップやわ。へえ、あえ麻痺状態、ああ状態異常を付与やって、あ与えるダメージ増加やって、あこれも上げとこうか、一応あ助かるわ、上がっとるよ。ここはまだおにぎり使わんからええよな、ここはおにぎり使わん感じやけど、いやどうやら、あ4上がったわ、こっからおにぎりやわ。いや行こう、あどうでしょう、いやこれスキルの書に行こうか、あ当たるよ、うそー、あかんくなってもうたけど、ちょ待ってな待ってな、でもリヴァイさんでちゃうね、わしはなこっからできん理由があるよ、みんなに言うていいかな、みんなも気をつけなあかんのが、これめっちゃ重要なこと言うてまうよ。ほら今戦闘力こんだけやって11611やって、あとは熟練度やけど、これわし上げられへんのよ。なんでか言うたらな、リヴァイさんって攻撃型やんか、でわしも戦術スタイルが攻撃型メインなんよ。でこれわしのミスやってまうよ、連合のなみんな仲間がな教えてくれたんよ、わしのいつもおらんくなるよ、クリスタおったら言うたって、クリスタ、いいでしょる、いいでしょもた。クリスタが、あ、おったおったわ。ほら、レベル40完結させてもって、熟練度20なんよ。これを打たなあかんのよ。これ、支援型なんよ。だからわし、戦術スタイル攻撃型やから、支援型ってな、スキル使うだけやから、熟練度上げへんくてんよ。これめっちゃ重要なこと言うとる。だから、この熟練度20を、スキルの書やね、継承の書やね、継承の書で、このリヴァイさんに、どれやろ、うん。なんか、どっか言ってもらったけど、ちょ、待ってて、お前、え、おらくなってもらった、ったえ、ガチなん、いや、あれ、苦労してんやで、脱苦労してんやで、え、え、あ、おった、
なんでこの人はおるんやろう。下来てもった。このスキルの人で、軽率の人で、なんか20打つ感じやから、その後な、なんか、熟練度も、なんか、やってこう思うとる、軽症やね。ってわけで。軽症、これ、軽症の人やわ、って言わしちゃって。軽症の人がな、ここね、やね、あれ軽症の人、ミッション、あ、ミユさんが、あ、おるおる、あの、すいません。連合の仲間やった。これでな、進めたら軽症の人が、ワンチャンもらえる可能性があるんやって。それか、わしはこれにかけとるよ。わし、軽症の人も手に入らんのよ。今はやな。そうやから。いや、でもよかったわ。で、みんなな、今日のこの、な、浮世装束リバイスやね。最強キャラ、今来たわ。うん、花嫁アニレオンアートに変わって、来た最強キャラのリバイスさん強化した感じやけど、この数値な、ガチ覚えたって、メモってもいくらやで。で、あ、こういう上がり方すると、こうなるんやわってみんなベテランになった時分かるわけやんか。いうわけでな、参考にしちゃってな。よかったわ。なんか、一安心やった。うん。まあ、最後まで見てくれてお気に、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。で、みんなもな、ジョニゴーさんと一緒にな、最強キャラ、浮世装束リバイ。うん。最強に育てたるで仲間、なるや。ほな、あったかくして、寝るやでい。チェース。